どうですか？コメント、あ、できてる。こんにちは。できてる。インスタライブは人生で2度目くらいです。一人でやるのは多分 どんな感じなんだろう。インスタの皆さん、こんにちは。なんとなく気分でやってみましたが、インスタライブって何をしたらいいんだろう。何してるの？暇だったのでつけてみました。画像変では？画像変ですか？ご飯食べました。ご飯は食べました。なんかシャインマスカットも食べました。なんか質問は別で来てるんですね。質問とコメントが違うんだ。誕生日3月30です。ご飯食べました。 TikTok フォローしたよ。ありがとうございます。すっぴんじゃないです。めちゃめちゃメイクしてます。声が聞こえない？本当ですか？声聞こえてないですか？え？教えてください。え？聞こえてないかな？聞こえるよ。よかった。この前ドラマ見たよ。ありがとうございます。これはライブ配信のゲスト。誰かとライブ配信を開始すると相手のライブ動画を見ることができる。ん？音ができる人は誰でも。ん？なんだこれ。なんだこれは。わあ、すごい、みんなコメントありがとうございます。でも何喋ったらいいか分からず。あ、なんか、なんでこれ。ん？かわいい。ありがとうございます。今着てるのパジャマですか？パジャマではない、部屋着です。でも部屋着です。あ、インドネシアのファンですですって。インドネシア語ってなんだ。メイク変えました。そう、なんか今日はメイクさんにメイクしてもらったので、綺麗になってます。なんか別人みたい。お風呂上がりじゃないです。メイクしてます。これコメントと質問どっち読んだらいいかわかんないですね。最近明るい 前から明るいですよ
にゃはせよって書いてある。あにゃはせよ。あんにょん。存在してくれてありがとうございます。こちらこそ皆さん存在してくれてありがとうございます。なんでいきなりライブしてくれたの？嬉しい。暇だったんです。暇だし今日メイクさんにメイクしてもらったから、せっかくいつもより綺麗にしてもらったので、皆さんにお顔を見てもらおうかなと思ってライブしました。でも喋ることが見つからなくて、これは何なんだろう。暴飲暴食やめるにはどうしたらいいですか？暴飲暴食しちゃいます。私夜にラーメン食べるのが大好きで、ラーメン食べちゃう。あ、これ質問を出せるのかな、こうやって。これで今出てるってことかな。違うか。使い方が分かりません。違うのかな。ダメだ。あ、でもそうだ、出てますよね、これ。最近埋まってる食べ物は、最近何にハマってるんでしょうか。最近何にハマってるかな。梨。え、英語が来てるけどわからない。英語全然わからないです、私。あれ？これ消えた？あ、消えてないよね。なしです。頭の上の余白が多いね。そうですね。慣れないな。Why are you so pretty? なぜプリティですかってことですか？やばい、英語がわからなすぎる。How old are you くらいわかりますね。何歳ですか？頭から湯気出てないです。出てますよって。ご飯食べましたよ今日。なんか皿うどんじゃない、なんなんだろうあれ、なんか片焼きそばみたいなやつです。ダイエットは今はしてないです。パルルのイエップだ。こんばんは。よ、まだ韓国語習ってますか？独学でのんびりやってます。でも最近はサボってます。皆さんは何してましたか？ライブ配信のゲストっていうのが何なんだろう。
何匹ペット飼ってますか？猫ちゃんが4匹います。英語は習ってないです。全くわかりません。中学生の英語もわからないです。お恥ずかしい。部屋の片付けしたいけどなかなか進まない。やばい、私もしなくちゃ。部屋が汚い。コラボ配信はしないの？インスタ。コラボ配信って何ですか？インスタ初心者でわからないです。何色が好き？ものによります。水色が好きかな。今日のリップは何ですか？わかんないです。ツインテールできますか？もうこの年ではできません。You are always on my dream。 どういう意味ですか？本当にわかりません、英語が。ハーゲンダッツの鼻持ちはどっち派？花もち、美味しそう。ドラマ見て、眠たいですか？確かにちょっと眠いかもしれないです。コメントもいただいて質問もいただいて、どっちを読めばいいのか。コメント読んでほしいな。そうですよね、コメント読みますね、今から。鬼滅の刃は見てますか？ 1,2 話くらいまでアニメ見たんですけど、わかんなかったです。アニメわかんなかったです。でもそれ以降が面白いんですよね。右頬に手を置くの癖ですか？左手です。手の置き場がなくて。反転してるんだっていうことは、これ今ライブ配信。体型維持の仕方教えてください。食べ過ぎたら、その次の日は14、5時間くらい空けることかな、次の食事を。結構きついんですけど。夏が終わっちゃったね。本当ですね。もう最近は秋ですね。もう冬になっちゃう。
睡眠時間ってどれくらいとってますか？やっぱりお肌のことを考えたくさん寝た方がいいですよね。睡眠時間は毎日違くて、次の日のお仕事が始まる前までギリギリ前に寝てます。でも夜更かしなので基本あんまり。まだ夏服の人は万博すぎるでしょ。この部屋あったかいんです、私の部屋。冷房かけてもいいくらいあったかいです、私のお部屋。どうして？秋の食べ物で好きなものは何ですか？松茸。焼肉食べてますか？食べました、ついこの間も。最近おすすめのお水を教えて。お水は飲みやすいお水が好きです。あ、アイスワンの新曲可愛いからパーちゃん TikTok で撮ってほしい。これね、覚えようと思ってました。こういうやつですね、ガオガオダンス覚えようと思います。じゃあそれ TikTok でやりますね。そうしよう。次こういうやつ。私女子だけの付き合ってショートケーキ好きですか？好きです。柿と栗どっちが好きですか？栗。キュンデースやって好きな。さつまいもと栗どっちが好きですか？そんなの知りたいんですか？さつまパレル、さつまいもと栗どっちが好きかなって知りたいですか？本当に？ねえ、どっちだろうな。どっちも好きです。どっちも普通。みんな本当に知りたいの？みたいなコメントばっかですね。伊勢海老は刺身派？ボイル派？わかんない。意外と知りたいんだ。この秋焼き芋しましたか？してないです。好きなお酒は、そう、最近ほんと数ヶ月前からお酒にチャレンジしていて、まだ全然わかんないんですけど、ビールが好きです。回転寿司で最初に何を食べますか？甘エビ？わからん。甘エビ。今年の冬狙っているアウターはありますか？ないです服は1年に1着とか2着とかしか買わないです。本当に私はお金を使いません。最近マック食べましたか？食べました。お餅のやつ、アップルパイじゃない方のお餅のやつ食べました。こうやってコメント読んでると質問の方が溜まってきちゃって。ああ、
髪切る予定はないんです。髪をずっと伸ばしてます。今は今何キロですか？わかんないですね。体重計を捨てちゃいました。テスト期間なのでお忙しいです。頑張れー。テスト期間なんだ今。小顔矯正とか言ってますか？言ってないです。痛そう。小顔矯正おすすめの美顔器ありますか？美顔器持ってないです。全然さっきから女子力がない。ハロウィン仮装しますか？何にも決めてなかったです。ハロウィン、あ、ニーハオって来てる。ニーハオ。何これ、何何このコメント。私は誰ですかって。あなたはタラさんって書いてありますよ。最近3万円くらいのドライヤー買いました。すごそう。どんなドライヤーですか？3万円のドライヤーって。コメントラグあるのかな。私いくらのドライヤー使ってるんだろう。わかんないです。前に買いました。もうずっと同じのを使ってます。ぶどう大好きです。あ、ファンクラブのメンバーズカード届いたよ。わあ、よかった。好きな食べ物は、なんだろう。和食が好きです。煮込みハンバーグ。マニキュアしかしてないです、ネイル。なんか。ミキはサーモンピンクみたいな。行ってみたい国あります。あの国なんて国だっけな。なんか全部が青い街の国に行ってみたいです。パルル白い。生まれつき白いです。メンバーの YouTube 見てますか？見ますよ。髪の毛伸ばしてます今。今年の冬したいことありますか？雪合戦。雪積もるかな。雪合戦したいです。好きな韓国料理は、なんだろう。キンパ、チャムチキンパ、ツナキンパ。冬は好きですか？冬好きじゃないです。本当に嫌い。冬が嫌い。
冬が嫌いです。寒いのが嫌い。ねるちゃん来たって書いてある。ねるちゃんどこですか。みなさん冬好きですか。コンプレックスあります。コンプレックス、頭がここが張っていること、頭が大きいことがコンプレックスです。縮まんないかな、ここ出っ張ってるんです。これがあと自分の目もあんまり好きじゃないです。あ、そう、青い町モロッコです。さっき言ったのモロッコだと思います。シャウモロッコの、モロッコだった気がする。まあ中国語だ、わからない。ニハオウジャオウウウウ、ニハオ読めない中国語。田中みな実さん似てるって言われませんか。なんか TikTok でそういうコメントありましたけど、似てますかね。さ、その最近の TikTok のコメントでありました。髪切る予定はないです。マッチングアプリは使いましたか。使えてないです。バラエティ見てくれたんだ。テレビで使ってみたいって言ったんですよね。あ、はじめまして、私は中国のファンですって意味なんだ。あざといからだな。私ってあざといんですか。あざとくて何が悪いの。あざといんですか。嘘でしょ。全然男性に媚びとか売ってるつもりはないんですけど、女の子からモテたいです。女の子からモテたい。香水は今日はつけてないです。塩対応を復活してほしいです。今でも塩対応ですよ。変わってないです、何にも。千織だって書いてある。どこ？千代ちゃん。コメントが見つからない。初耳が組みました。まず顔があざといだって。顔は変えれないです。携帯の機種は何ですか。ソフトバンクです。キムチ鍋とポン酢とか鍋どっちが好きですか。鍋は赤からが好きです。赤
博多飯好きですか？大好きです。博多のご飯大好きです。ファンクラブ会員証来ましたよ。ありがとうございます。よかったです。ファンクラブイベント考えてますか？考えてます。ルルの鼻から下がコメント欄で上に上がんなきゃいけないんだ。こんな感じでどうでしょう。コメントを見ると下になっちゃうんだよな。髪色なんていうカラーですか？黒染めしてくださいって頼みました。もう明るくなってきました。髪を黒染めにしてくださいって頼みます。眉毛描いてる、眉毛か描いてくれてると思います。やっぱだ、こんばんはよ。ファンクラブ入っていいですか？ぜひです。いろいろ考えなきゃ。今ファンクラブで年間で866個の質問に答えるっていう企画をやってるんですよ。で、月に何個かで、866個答えて、パルルの866を答えて、なんか本にして皆さんにお届けするっていう企画をやってるんです。楽しいです。前世子犬って感じする。私前世どっかの国のイギリスのなんかだったって言われた気がする。忘れた。何時までライブしますか？気分です。何ラーメンが好き？こってり系の味が好きです。七重は信じる。ちょっと信じます。家系ラーメン食べたことなくて食べてみたいです。あ、最近ゆきぷよちゃんと共演多いけど仲良くなりましたか？仲良くなりたいです。徐々に距離が縮まってきていると思います。思ってます。勝手に。朝はパンですか？ご飯ですか？ ご飯。お米が好きです。幽霊はいると思いますか？幽霊は昼かな？わからない。
今日の服は何ていう服ですか？今日の服は部屋着っていう服です。ジェットコースターはあまり好きじゃないです。寝る前に必ずすることは、ショールームはしないんですか？ショールームと悩んだんです。ショールームするかインスタライブするか。でもショールーム開けたらショールームのログイン ID とかパスワード分かんなくてスタッフさんが知ってるんですけど、だからインスタライブでいっかと思って。甘いものと辛いものどっちが好き？甘いものが好きです。辛いことがあった時はどんなふうに動いてますか？辛いことがあった時は乗り越え方か。辛いことがあった時は本を読みます。お風呂に浸かってで本を読んで、あとは誰かに話します。YouTube 登録したよ、ありがとうございます。身長は159くらいです。家では何してることが多いですか？家では YouTube を見て、あ、最近バチェロレッテを見てます。バチェロレッテ、バチェロレッテ見てる人、はーい。お風呂まだ入ってないです。バチェロレって誰推しですか？バチェロレっては、女性女性、何さんでしたっけ、どう忘れちゃった。日々、日々の、ん？肌のスキンケア何してますか？肌はあまり、あ、でもクレンジングして、それは正しいか分かんないんですけど、クレンジングして、クレンジング洗顔して、洗顔してパ、なんだ、パッド、パッドみたいなので拭き取ってます。でビタミン C を飲む。萌子さんだ、バチェロレッテ。萌子さん推しです、断然に。これ、あ、お風呂何分くらい入りますか？1時間くらい、長いです。これ永遠に終わらないですね、インスタライブって。どうやって終わるんだろうずっとやっちゃいますね、皆さんがコメントをくださるから。
今入ってきてくれてる方もいるし、終わりが分かんないですが、インスタライブは終わりが分からないってことが分かりました。それじゃあ皆さんさようなら。はい、終わらないでっていう優しいコメントもありますが、またやります。気が向いたら見てください。それでは皆さん明日も良い一日を。バイ。